ポール・バラス・バラス死者、ポール・フランソワ・ジャン・ニコラは、フランス革命期の政治家、軍人。一般には、ポール・バラスという名で呼ばれている。テルミドールのクーデターの首謀者の一人で、総裁政府のリーダー格だった。その腐敗ぶりから、悪徳の死と呼ばれた。1755年、プロバンス地方のフォックスアンフーで没落した、名門貴族の家に生まれた。 経済的な理由から父親に勧められ、16歳で軍隊に入って、ラングドック連隊の士官となり、インドのポンディシェリに派遣される。第二次マイソール戦争でのポンディシェリ防衛戦に従軍して1778年10月18日のポンディシェリ陥落の際には、イギリスの捕虜となった。その後、釈放され帰国する。この時単位まで昇進していた。 1789年にフランス革命が始まると、これを支持してジャコバン派に加入する。1792年に国民公会の議員になり、国王ルイ16世処刑に賛成票を投じた。ダントン派のコネで派遣議員に選ばれ、最初アルプス軍に派遣され、次にイタリア方面軍に移った。ここで初めてナポレオン・ボナパルトと出会う。 マルセイユとトゥーロンの鎮圧を監督し、捕虜となった何百人もの町の住民を処刑した挙句、財産を没収した。抗金横領など様々な汚職で、ロベスピエールからパリに召喚される。このため、ジョゼフ・フーシェラと協力して、テルミドールのクーデターを引き起こす。国民公海軍の総司令官として、視聴者を襲撃し、ロベスピエールたちを逮捕、翌日全員を処刑した。 ロベスピエール処刑の直後に、タンプル島に遊兵されている、ルイ16世とマリー・アントワネットの子女ルイ17世と、マリー・テレーズの様子を視察。病気に侵された、ルイ17世の衰弱無事と処遇のひどさに驚き、公安委員会に部屋の管理を怠ったと叱責、渋滞に陥っていたルイ17世の様態の調査を命令した。実際には、医師の診察はすぐに行われず、 タンプル島の警備兵は増員され、ルイ17世の貢献人として親切な人柄のジャンジャック・クリフト・フローランを任命するのみであった。その後の政権で有力者にのし上がり、とレーズカバリュスを愛人にするなど、有力な銀行家や御用商人と結託して、暴利をむさぼった。一方、パリの政情は安定せず民衆の放棄が起こり、国民公開はバラスを、 国内総司令官に任命した。彼はナポレオンを副官に命じて、これを鎮圧させることに成功した。ジョゼフィーヌ総裁政府が発足すると総裁の一人となる。総裁政府は、アッシにア死兵暴落によって生じた財政不安を相当程度改善し、度重なる官僚と議員の粛清によって、自らの権威を失ってしまったが、しかし、 曲がりなりにも1799年まで綿脈を保つことができたことは、バラスやラザール・カルノといった有能な人物がいたからでもあった。バラスは、総裁職を保持し続けた唯一の人物で、その後の5年間政府に君臨し、リュクサンブルール宮殿に今日構えて、豪勢に暮らした。ロベスピエールの抹殺に暗躍したバラスは、革命で、 最も私服を肥やした一人であるとも言われている。愛人であったジョゼフィーヌは1796年、ナポレオンと結婚した。やがてナポレオンはイタリア遠征で成功し、英雄として人気のなかった総裁政府を揺るがすようになる。1797年冬、バラスの前でヌードショーを繰り広げるタリアン夫人、テレーズカ・カバリスとジョゼフィーヌ、それを覗き込むナポレオン。 イギリスのジェームズ・ギルレイによる1805年頃のカリカチは、追い詰められたバラスはブルボン家のプロヴァンス博との交渉を開始し、王政の復活を画策する。しかしナポレオンはブルメールのクーデターを起こし、バラスは辞職に追いやられた。その後、それまでに貯めた巨額の富を手にモンペリエでイントン生活を送ったが、 ナポレオン夫妻に対する誹謗中傷を繰り返したという理由で国外追放を命じられブルッセルやローマを転々とした後パリへの立ち入り禁止を条件に1810年に帰国した。ワーテルローの敗戦によってナポレオンが最終的に失墜し第二次王政復古によってブルボン家の支配が確立すると当時生存していた元国民公会議員の多くと同様に バラスも、ルイ16世の処刑に賛成した罪とナポレオンの百日転嫁を指示した権威で、国外追放が検討されたが、後者については、証拠が不十分であったため処分は見送られた。晩年は、警察の監視を受けながら、詩人として贅沢な寄生を送り、1829年に、パリ近郊社員の社イを通り級70番地で没、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。 ありがとうございます。